冷血編でめっちゃいいシーンがあるのにね。本当ですあの。飛び箱のとこですか？はい。飛び箱。<ー>飛び箱。<laughs> <laughs> 問題の問題の問題の,問題のシーンですね。問題の一連。まあそうですよね。あのー、作品的に収録が一番最後になったところだね。あ,あ、そうですね。び箱。うん なんかさっきのまえちゃんの話でいくと我々はね収録してる様子知らないそあそっかそうですそうです <から S 2> いなくてよかったですかなんか <laughs> <laughs> 見守られてもなんか <laughs> 僕これが最後になると思ってなかったんでやっぱ気持ち的に最後のそのモノローグ、えー、そして傷者たちの物語が始まるっていうその四行五行のセリフか。 が最後に来ると思ってたので、うんうん、そこに気持ちをあなんか持っていくために頑張ってたんだけど、えーまあ、皆さんのスケジュールをこう照らし合わせたところどうやら一番最後のシーンは「えー、ノーブラおっぱいをモニモニしてください」のシーンになるってことがアフレコのスタジオに来た時に分かりまして「したね、ああこれはダメだと、うん」と。<laughs> 俺が今何かこう考えてきたことは全部間違ってる。崩壊だよね崩壊して気持ちを新たに作り直して望んだシーンではあったんですけどだってこの後にもっといいシーンがあるわけじゃんよじゃよ確かにそうじゃねんよみんながちょっと一瞬一動に返しますよねそうだったりとかそういうシまあね本当クライマックスが長く続くような話だから すごいこう気持ちの切り替えが大変で。ああ <laughs> そうですよね本当に。でもなんかある意味すごく集中力のいるシーンだから、うん、あれは、ねうん。なんか緊張感が無駄に漂っていたような気もします。です、ねはい、え緊張したの、はい、ほっほちゃんは？緊張しました。なんかあのー、皆さんからのこう期待が高かったような感じがでしょうね。なんかちょっとそんな感じがして、うん、その。 あの前の週に桜井さんも何かおっしゃってたじゃないですか。<laughs> プレッシャー与えるので。もうなんかいやあのねあのいかにこういう仕事始めてそれが例えばお芝居だとか分かったとて、うん、あそこまでスっパだかみたいなセリフを、うん、ノーブラおっぱいもみもみしてくださいとか。なんか最悪だよね。で、ね、それをやっぱりこう聞くってなった時の俺って多分ちょっと普通じゃなくなると思うんですよ。<laughs> やっぱり。ええー。<laughs> ちょっとなんか変変な気分じゃないけども。 あ,あ、いいねなんていうふうに多分思えないん。あ、なんとかそわそわしちゃうみたいな。そうそう、助けって、多分思っちゃう。確かにね。っていうお話も伺って、うん、あ、なるほどなと。なんか、あ、すごい楽しみにされてる方いらっしゃるのかもと思ったら。<laughs> あの、どうしよう、ちゃんとあのタイミングとかも、いつも以上に見てこようみたいな。<laughs> 結構あの、ハァハァしてると、難しいじゃないですか、タイミングが。そうね、タイミングがね。はい。だから、なんかこう、セリフ運動よりも、そういう全体的なこう、プレッシャーみたいなのは。 すごく感じて、あのー、そこに緊張しました。<laughs> 期待に応えなきゃいけない,みたいな。なんか期待に応えなきゃみたいな。<laughs> なんですけど、なんかでも結構セリフ的には、私、あららぎ君のセリフが。かっこよくて、その時に、なんかこうちょっと、ドエス攻めじゃないですけど。まあ、耳元で囁くみたいな。感そうなんでねそっちの方が、なんかすごいなって思っちゃいました。なんか、うん、あ、得してるかも、今、私。お互いそう思ってたわけ。わ <laughs> 気持ち悪い <laughs> 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 気持ち悪いですけどねい,いやでもこれはね本当になんか よよく分からんんシーンでではあるすだってその暦が、えー、自分の気持ちを吹っ切るシーンではありますけれどその前にその羽川さんがどういうふうに思ってるかさっぱり分からないから、うん、そんなふうに他人のために自分の体を合わせたら体がいくつあっても足んないだろうっていうことを言った時に「まあ、アラライ井君一人助けるためだったら体一つあったら十分だよ」っていうセリフって、はい、そんなセリフないじゃん <laughs> 人のためにはい。 なんだろうこっぱずかしいけれどもほとんど「愛してる」に近い言葉でしょううあなたのこと好きですって言ってるみたいなもんじゃん。でもそっからおっぱい揉ませてくれないかにつながっていくこの流れって。 どうやったら出てくんだろうなと思って。でも結果妄想ですし、<laughs> なんかその。でも二人が実際ね、こう私も試写で初めて見たときに、うん、もともとこう台本で読んでいたけれど、うん。長いな、このシーンって。いましたもうこ,これ、なんかこういつまで続くんだっけ、これって思いながら見てたら。最後に我に帰ってきた後が、なんかもう無性に可愛くてですね、うん、新垣くんが、うん。なんか。 無意味に入ってくるサービスシーンじゃなくて <laughs> ちゃんと意味があってなんかより暦とこの2人になんか好感がも最終的には持ててかわいいなーっていう気持ちになれるからすごいなと思って。でも結構この後のセリフもさ「続きはウェブでウェブでも生まれたりたまりますか?」って言って「じゃあ続きは新学期とか」って言った後の羽川さんが「うんそうだね」って言うそうなんですここかわい,いあのか <laughs> <す> <laughs> そうですよね。ね 付き合ってくれいい、うん、いいよみたななことじゃないですかだと思うんだけどうで,すよなんであの関係地が崩れたのかわかんないですけど<私>まあただやっぱりこのシーンってやっぱり特殊なもの特殊なものであるということを説明するにあたって一番わかりやすいのはえやっぱり大石達也監督もどうしたらいいかわからず結果ここはもう別人にしよう。 っていうことで髪型を変えるっていう小読みの髪型の分け目がテレビシリーズと劇場版って反対になってるんですよ。でもそれをこのシーンだけテレビシリーズの分け目に変えるっていう風なことで折り合いをつけたらしいです。監督言ってました。<laughs> でそんな特別なシーンなんだって私もなっちゃって<そう> <laughs> だって、っておりあえず、かなかったんだって。ね、いる、これ。っていりますよ。<laughs> いるんだ。いりますよ。多分です、ね。あ、そうですか。はい、でも、なんか、ここで、なんか、すごく、あの。羽川さんの覚悟じゃないですけど、やっぱ、その。うん、命をかけられないなら、友達とは言わないっていうセリフを。言ってたりとかして。うん、なんか、やっぱ、ちょっと一個ぶっ飛んでるけど、うん、でも、なんか、まっすぐに。思ってるんだなっていうのは、なんか、ちょっと、すごく、伝わり。 ましたうん、そうだね、うん、あとあの代わりに肩をもむってくだりがすごく好きでそうかわいい、うん、異,常で異常ですっていうのが好きでした異常です <laughs> そうそうそうですね <laughs> かわいかった <laughs> それしか言ってない <laughs> <laughs>